見返したら、まあ、たまにね同じことを伝えてる時あるんですよ。おはようございます。関野康弘です。本日も名言を取り上げていきます。本日の名言はですね、向田邦子さんの名言で、長い人生でここ一番という時にものを言うのはファッションではなくて言葉ではないのかな、ということで、向田邦子さん、まあ私の中ではちょっと有名人ですけれども、プロフィールをお伝えしていきたいと思います。向田邦子さんは、人気テレビ番組寺内貫太郎一家、阿修羅のごとくなど数多くの脚本を執筆する、1980年思い出トランプに収録の花の名前、他2作で直木賞を受賞。著書に父の詫び状、男時、女時など、1981年8月22日、台湾旅行中、飛行機事故で死去ということでですね、向田邦子さん、もう亡くなって40年ですか。もう40年経つんですね。ああ、そんな経つんだ。でも、まあ、作家さんでは有名ですもんね。直木賞受賞作家ですけれども。本当に長い人生でね、ここ一番っていう時は、ファッション。もうファッションってこのファッションなのかな、軽い言葉のファッションだと思うんですけれども、流行りの言葉ではなくて、やっぱり重い言葉ですよね。この私の取り上げている名言とか、まさにそうだと思うんです。すごく緊張して伝えているんです。笑いながらですけれども。やっぱりね、皆さんにこう伝えていきたいなっていう思いがあるので、一人でもね、知ってもらいたい人物いますので、すごく重い言葉で伝えさせていただいています。長い人生でですね、やっぱり思うことって、この名言とかでもそうですよね。見返したら、まあ、たまにね、同じことを伝えてるときあるんですよ。忘れてることはたくさんあるから。もう一回伝えてるときはあるんですけれども、今思えば言葉ってすごく大事だな。まあ、理系文系とかいう話じゃなくてですね、やっぱり人のこの名言ってすごく重たいんですよね。毎日伝えてますけども、こんだけ名言たくさんあるのかっていうぐらいあってですね、私もまあ勉強させていただいてるんです。まあ人の名前は特にね、勉強になるのですごく伝えてるんですけれども、それでもね、名言は、心に響くことはたくさんあってですね、もう1100何日ブログが続いてますけれども、まだまだね、勉強することたくさんあってですね、なんと言いましょうか、まあこれ、死ぬまで多分ずっと書き続けなきゃいけないものなんだろうなと思っております。私の名言はね、一つもないのでも、一つぐらいね、いい名言を伝えていきたいなと思っておりますしね。これだけ名言学んでるので、一つぐらいは、私いいことをね、伝えていければなと、いつも思っております。長い人生。まだあと何年あるかわかりませんけれども、毎日伝えていきたいと思っておりますし、皆さんも心に響いてもらいたいと思っております。本日も一日、よろしくお願いいたします。動画を見ていただきありがとうございます。チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。